相もと次は十七世紀、江戸時代初期に活動した武将。熊本藩士。通称はまた七郎。江本また七郎とするのは誤り。相もと親高のおい、また七郎静弘の子。相も氏は、戦国時代、天草個人衆の一つに数えられた土豪であった。父の陳弘の代に、加藤清正に仕えたが、清正の子、忠弘が解役されると、診療主となった。 細川忠都に仕えた。忠都の子、三尚直が藩主となった、翌年の1643年、安倍ゴ兵衛が、先代、忠都の法事で田草を切る行為に出て投獄された。安倍一族は屋敷に立てこもり、通り次は、上位打ちの打ち手として2月17日の討ち入りに、加わった。安倍一族はことごとく打ち取られ、ゴ兵衛も処刑された。安倍茶事団は、 聖徳教法年間に成立した安倍一族打ち入りの天末を創作も交えて書いた書き物である。同書では、通り継ぎの屋敷は安倍一族の林家であったことから、打ち入り無用と言い渡されるが、独断で打ち入りに加わり、軍港第一と称された。その後、元気転生の頃は、白攻めや豪ーが朝夕の飯同様であった。 安倍一族うち取り謎は、茶の子の茶の子の朝茶の子だと自慢したという記述があり、これが安倍茶事男という表題のもとになっている。森王外の安倍一族では、誤って江本又七郎と表記されている。安倍茶事男を客職し、安倍一族と信仰のある理解者として書かれている。安倍一族に同情しつつも、 武士として手を出さないわけにはいかない心情を書いているが、打ち取った後、茶の子の茶の子の朝茶の子と自慢するくだりは変わっていない。ありがとうございます。